どうも、ともハッピーです。ハレリア社長の岩田です。いつもご視聴ありがとうございます。岩田さん、はい、いや、岩田所長、はい、一緒に動画撮るの初めてじゃないですか。地味に初めてですね。はい、僕がね、あの退任した後のハレリアの社長、はい、正確に言うとこの会社の3代目社長ですかね。そうですね、3代目社長岩田氏。ハレリアチャンネルとかではね、たまに動画出てんの見たりして、なんか社長になってこう前に出てくる覚悟もできててハッピーみたいな感じで見てたんですけども、この度僕またオーナーとしてハレリアのことについて発信していくっていうのもね、先日発表させていただいた通り、これから改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回の動画なんですけど、僕がハレリアの社長だった頃はめちゃめちゃ売り上げとか出しながら、いいところ悪いところをお見せしつつ応援してもらってたハレリアなんですが、近年そういう数字とかは出してないっすよね、商売感というか。そうですね、はい、ね、まあやっぱりマジック・ザ・ギャザリングのすごい楽しい面とか素晴らしい面、ポケモンカードについてもハレリアチャンネル、ハレリア2チャンネルでそれぞれね、スタッフが頼もしく座ってこう和気あいあいとやってくれてますんで、で、僕は、まあ、このチャンネルとか僕の人生らしくカード屋っていうね、その商売の側面で発信していきたいと思いますんで、そっち中心でいきたいと思いますね。よろしくお願いします。でですよ、今日の動画2023年度の売上報告させてもらっちゃおうかなと。しかもハレリア全体のマジック・ザ・ギャザリング専門店26店舗ポケカ専門店ハレリア2通販、この全部の売上、いきなりもう合計速報値でいいんでいくらだったか聞いちゃっていいですか。はい、はい、全部トータルで言うと、2023年は、はい、売上が約93億でした。93億円。はい、これは税込みですか、税抜きですか。はい、税込みです。税込み、はい、じゃあ決算上の純粋な売上で言うと約85億円ですね。はい、そうですね。年商85億円。一応あの、はい、2020年からの、売上推移を言いますと、まあ、税込みの金額なんですけれども、はい、2020年が37億、はい、21年が60億、はい、22年が76億で、今年になって23年で93億という数字になってます。いやー、成長してますね。たくさんご利用いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、成長はね、はい、すごい嬉しいことでありつつも、まあ、ちょっとその本来ね、目標とか予想してた部分ではもうちょっとこう伸びるかなっていうふうに思ってた気だったんですけども、そうですね、95億が目標でした。 そこまで甘くはなかったという内容ですけども、まあ、順調にこう成長してるっていう感じですね。はい、で、じゃあまずマジック・ザ・ギャザリングとポケモンカードゲームの対比でいうといくらといくらぐらいだったんですか。マジックが66億。ほう。ポケモンカードが26億という売り上げになっております。4分の1以上がポケカで、4分の3弱がマジックって感じですね。そうですね、もう少しポケカが大きいぐらいです。うん、はい、その前の年2022年度って、はい、ポケカもうちょっと比率高くなかったでしたっけ。いえ、どちらかというと、マジックの方が多かったですね。あ、そうですか。じゃあポケカがその社内の売り上げにおける構成費が上がってきてるって感じですね。はい、少しずつ上がってきてるという感じですね。上半期すごかったっすもんね。そうですね、去年ね、はい、7月まではすごい高騰が激しくて、高額カードがもう軒並み値上がるし、パックも全然買えないし、その注目そんなにされてない中価格帯以下のカードもかなり動きましたもんね。そうですね。で、それからなんかその相場下がって一見盛り下がってるように見えるけど、実は結構枚数でいうとその後も動いてるっていうね。そうですね。あと、はい、フレッシュパックって言われてる、うん、まあ、ボックスですね、はい、とかの供給量がすごい増えたことによって、うんうん、子供の方とか、はい、よく来店される方にいつ来ても買えるっていう状況を届けられるようになったので、うん、はい、そういう意味でも来店したらいろんなものを買ってもらえるっていう状況が、うん、いっぱいできます。なるほど。一番ひどい時なんてそのパック買えなくてちょっと興味持って始めてもすぐやめちゃいましたもんね。そうですね。で、他のカードゲーム行ったり他の趣味行ったりみたいな、それがなんかそのちょっと盛り上がりすぎてた状態が落ち着いたことですごい健全になって幅広い層に楽しんでもらうっていう、まあ、プレイスペースとか体感を提供するっていうハレリア2からしたら、この健全な環境で新品の売り上げが上がったり、その興味を持って入ってくれたユーザーさんがこう定着しやすくなったっていうのはいいことですよね。はい、とてもいいことだと思います。
ずっとハレリア2はね、あの中学生以下限定パック販売とかで数パック買えますみたいな、10パックでしたっけ、時期によって違うんです。ああ時期によって違う、はい、かなりの数のボックスを中学生以下子供たちにねかなり優先して販売して、それがなんかやんなくても良くなったっすもんね。そうですね、うん、まあそれでもやっぱり人気のパックとかは、はい、まだすぐなくなってしまったりはするんですけれど、ああ多少その限定にすることもまだあるんですか。最近はなんかいろんなボックスが買いやすくなったなっていう印象で。そうですね、ここ 1,2、はい、ヶ月はそうなんです。でなんか結局だから結論、比率はポケカちょっと追い上げてるけど、マジックもポケカも売り上げ伸びてるってことですよね。そうですね、はい、マジックの方はどんな感じの背景で伸びてるんですかね。例えば前期はそんなに店舗増やせなかったですよね。何店舗でしたっけ。2店舗しか増えてないですね。渋谷と千葉です。千葉、はい、関東に2店舗増やせただけなんですけど、はい、だからその分で売り上げが膨らんだって、はそんなにそこまでの影響ないじゃないですか、その2店舗って。そういう意味で言えば、うん、いろんな要素があるんですけれども、はい、一つはやっぱりお客さんが、うん、プレイスペースやお店に来ていただけるようになったっていうことで、すごい来店が増えたっていうのが一つ。コロナから完全に解放された秋であったっていうところですかね。そうですね、はい、もう一つはやっぱり指輪物語がすごいヒットして、うん、はい、それで盛り上がったっていうこと。指輪物語ってそんなヒット作だったんですね。ヒット作ですね。5億円だか3億円で売れるかもしれないさ、世界に一枚のカードを目指してみんな開封してた記憶あるけど、確かに結構ニュースになりましたね、あれはね。あと他にはスタンダードが3年になったことによって、はい、スタンダードと、まあ、あとシールドと呼ばれるリミテッドがまた盛り上がるようになってきたっていうことで。そっか、スタンダード2年でカード落ちちゃうのが、最長2年で落ちちゃうような感じだったのが3年使えるようになって、最長それによって未開封品で開けてデッキ組んで遊ぶっていうような種目がカードの寿命が長いことで需要が高まったっていう。そうですね、あれいい変更でしたね、スタンダードね。種目いっぱいあって魅力的な反面、スタンダードばっかりそんなに頻繁にできないから、うん、昔と違って3年ちょうどいいなって思ってやってますね、僕もヤソと動画撮るとき。お恥ずかしい話だから、はい、2022年の時は、はい、スタンダードトーナメントセンター東京でも、うん、フライデーナイトマジックっていう代表的な金曜日にやるマジックがあるんですけども、はい、そのスタンダード8人で成立なんですけど、はい、それが成立しなかったので、きつい、それはきつい、悪循環みたいな、はい、うん、日本で一番集まるところなのにスタンダード成立せずっていう、そういう感じだったんですけど、今はもうそんなことはなく、いろんな方にスタンダードを遊んでいただいてるっていう状況です。いやいいっすね、やっぱそのパイオニアとかもデッキ価格それなりで集めやすいって言っても、結局カードプール広すぎて初心者からしたらハードルの高さは拭えないんで、スタンダードが盛り上がってるのはやっぱそうです、いいっすよね、はい、新しいカードやっぱり使いたいっていう方いっぱいいらっしゃるんで、はい、はい、ぐらいですかね、ポジティブ要素としてはねちょっくらメモした。まああと MTG で言えば、うん、プレイヤーズコンベンション、昔でいう、はい、グランプリっていう、はい、トーナメントに相当するイベントですね。オープン参加の第2期イベントですね、はいはい、そちらが非常に盛り上がっていて、確かに盛り上がってた。そちらトーナメントに参加されない方でも、まあ、会場にいらっしゃる方が非常に多いので、うん、みちみちというかすごいお客さんで溢れるような状態になってますね。この間なんか横浜かな、はい、横浜にちょっと様子見に立ち寄ったんですけど、4000人ぐらいいた感じでしたね。そうですね、うん、女性や子供も多く来るようになって、すごい盛り上がってるのを感じますね。それもやっぱそのコロナ明けてまた始まって再定着してきたっていう感じですかね。でもコロナ前より増えてます、はるかに増えてますね、うん、来店。あ、そうですか。悪い面で言えば気になったのはやっぱりそのマジックの商品が種類が増えすぎて、そうですね、ね、取り扱いをやめてしまうお店っていうのもいくつかあって、その分そのハレリアの重要性が上がったっていうところもあって、ハレリアのスコア自体は伸びてる要素もあるのかもしれないですね。それはありますね。その分貢献しなきゃいけないですね、はい、業界にね、はい、なんかまたちょっと新しい盛り上がるような動きもしたいなと思って、はい、会社としての総力が高まってるんで、なんかいろんな面白いことやってほしいなみたいな、俺にも思いつかないようなことやってほしいなっていうのはすげえ期待してます。まあ、小さなことではあるんですけど、はい、昨年に、地方のいろんな会場でイベントをやろうということで、うんうん、青森の方で、はい、独自の、はい、統率者イベントとかをさせていただいたんです。なんてやつでしたっけ、あれ。あれはコマンダーサミットです、ね、コマンダーサミットだ、はいはい、でやっぱりまだ出展できない地域もあるんですけれども、うん、その地域にやっぱりMTG の盛り上がりを届けようということで、はい、
そういう地域でどんどんイベントをやっていきたいなっていうのは ありまして、地方巡業、はい、巡業です。中規模イベントの地方巡業ですね、はい、いいですね。4月中にも、うん、長野の方で行いますので、どうぞよろしくお願いします。長野コマンダーサミットですね、はい、よろしくお願いします。その通販と店頭の比率とかってどうなんですか？そうですね、通販が、はい、マジックの方が、通販が32億店舗が34億、ずっと半々ですね、マジで。なんかその店舗が上回ったり通販が上回ったりするし、通販はずっと1個しかなくて在庫増えていくだけなんだけど、店舗はその26店舗までどんどん増やしてきてるのに、ずっと5対5ぐらいですよね。そうですね。結局だから店舗増やせば増やすほどトータル売上も利益も上がってますよね。そうです。店舗増やしまくった方がいいじゃないですか。いや、ただやっぱり予算がね、予算が予算も人員も必要なんで、返済と税金の支払いはあって、はい、新規融資はまあもうそろそろ受けれるようにもなってきてると思うんですけど、受けてないですもんね、基本ね、はい、まとまった金額ね、はい、まあ、やっぱ店舗出しまくるっていうのは回収に時間がかかるんで、イニシャルは早くても1年、遅いと3年かかるじゃないですか、はい、そうするとその融資なしでボンボン出すとお金ボンボン減って、はい、ランニングがちょっと余裕なくなっちゃいますもんね。あとは顧客の方はどうですか、通販店舗、これはなんか結構差があるのかなっていう感じなんですけど、顧客、はい、ね、が、通販が、7億で、店舗の方が19億、だいぶ違いますね、はい、店舗が2倍以上なんだろう、ユーザーのディープ具合というかコア度合いというか、ポケモンカードの方が圧倒的にやっぱりライトユーザーの方多いんで、ユーザーの深さでいうと多分マジックが高くて、ポケモンカードがユーザーの量が圧倒的に多いことから、店舗の方が買いやすいんでしょうか、単純にね、プラットフォームもありますし、まあ、うん、まだハレルヤを応援してくださる方が全国だと多くはないのかなっていうふうに思います。マジックに比べてハレルヤがポケモンカードの皆さんにできたことって全然少ないですもんね。マジックで言えばグランプリを行ったりとか、店舗を出したりとか、いろんなことで貢献して、確かに動画出したりとか、はい、記事出したり、プロをスポンサーしたり、はい、情報インフラの中心部にいるっていう感じで、はい、逆に言えばポケカのコミュニティに対してもっとなんか喜ばれるようなことやっていけたら、そうですね、通販使ってもらえたりすることも増やせる余地まだまだありますね、はい、冷静に考えたら。ということでハレルヤ2の今後の業界貢献にもぜひご期待ください。よろしくお願いします、はい、お願いします。まあ、やっぱりマジックは通販から始まってますしね、で全国で店舗出して喜ばれたりもいろいろやってるのに対してって感じですね、はい、でハレ通のなんか通販もっと喜んでもらえるようにしたりとか、ハレリア通応援してもらえるようにしたいですね、はい、今期はどんな感じで考えてますか、社長としては。そうですね、やっぱりあのポケカの方はやっぱりまだ、先ほども言ったように、はい、あのファンを獲得できるような行動ができていないので、うん、そちらの方に注力したいなと思ってますね。いいですね。マジック的にはオフィシャリティといいますか、はい、公式のような形で、うん、いろんな出来事に、うん、挑戦できればなと思ってます。純公式みたいな感覚をもともと持ってましたけど、そこをなんか一層こう意識を強めて、はい、全体のためにあらゆることをしていくみたいな。そうですね、初心者の方をもっとマジックに引き入れられるような。ああ、引き入れたいですね、はい、前から言ってますよね、それね。そうですね、ただやっぱりなかなかあの、まあ、法律的な問題をクリアしたりとかいろんな問題があるので、まあ、準備を入念に間違えないようにしてるってことですね。はい、まあ、それをちゃんとしないと公式っぽさというか。そうですね、まあ、新しいことやるときっていうのは常にリスクはつきものというか、会社もねだいぶそのいい面ではたくさん喜ばれて大きくなっててね、嬉しいですけど、だいぶその昔に比べたらフットワークが軽く動けなくなりましたよね、そのリスクを考えないとっていう、うん、ちなみに社長になってから1年半、うん、どんな感じだったんですか、なんかその急に立場が変わって胃が痛かったとか。めっちゃ胃が痛いわ、髪の毛は抜けるわ。髪の毛抜けたんですか、ハレツバリバリ生えてますね。俺らの方が髪が生えたの。いろいろやりますか。でも今どうですか、1年半経ってなんかその立場に結構順応してきていい感じなんですか。いやでもそういう意味で言ったら、うん、あの前の立場の時はもっとフットワーク軽くできてたんですけど、はい、今ちょっと手足に枷がついてる状態かなっていうのがありますね。まあ、自分でやればよかったっていうのがあったんですけども、まあ、社長になったからにはどちらかというと下の方にあの仕事を回して動いてもらってっていうのがメインになったので、少し遅めになっちゃってるっていうところはあります。確かにね、社長はその実務は超重要なことを絞るべきですね。しかも年商85億の会社だったら
僕のが今ふっかるかもしれないですね。そうですね。YouTuber だ、そもそも。FAB は始めてるし、はい、ワンピースは始めてるし。なんかこの秋葉原がもう物件がいっぱいいっぱいでちょっと外れの方しか開かないじゃないですか、うん、はい、高田馬場をね、やっぱカードゲームの街というか、うん、第2の東京のカードゲーム街、カード屋街にしたいと思ってて、はい、35坪ぐらいのプレイスペース50席の店だったんですよね、ハレリアって、はい、もともとそれがね300席に移転して全国に展開してきたかと思えば、またワンピカードとかフレッシュ&ブラッドで同じような、はい、最初のハレリアと同じような店を駅前出して、はい、またそっちも膨らんでったら面白いなと思いつつ、ハレリアともこう結構やっぱりカードゲーム好きのお客さん同士、別なタイトルのシナジーがあるんで、町おこしじゃないけど相互で盛り上がるようにやりたいなと思いつつ、それこそ高田馬場カード屋巡りしようぜっていう会話があと数年とか10年以内に聞きたいなみたいな。そうですね、うん、でも確実にあの高田馬場がカードショップ、まあタウンになるのは近づいてますよね。山手線上でいうともう第3位ですよ、秋葉原、池袋、高田馬場です。そうですね。そんなことは新宿渋谷のがあるわ。結構道険しいですね。確かに。ハレリア3とか何にするんですか。まだ言えないですけど、なんですか、そのもう決まってるかのような。いや決まってないから言えないかもしれないし、はい、まあでもそのね、またハレリア3の発表とかだったら、それはマジック専門店、ポケカ専門店ではないんで、当然、まあ、ここで発表させてもらう可能性も高いと思うんで、ぜひ、お楽しみにお待ちください。で最後、じゃああのね、期の変わり目ということで、こう2024年度とかあとこれからに向けて岩田社長からね、また意気込みやご挨拶いただいて締めたいと思います。ハレリアは、カードゲームで世界を一つにするという目標を掲げていますので、それに向かって今年1年も全力でやっていきますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日の動画以上です。また時々ハレリアオーナーとしてのこういう動画もやっていきますので、ぜひぜひご注目、ご声援、ご利用よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルの登録、評価、コメントなどもお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また明日。